こんにちは、トコチャンネルです。盆休み過ぎからちょこちょこ買っていたものが溜まってますので、紹介していきたいと思います。時期的にハロウィンのものがいいかなと思って、ちょっと大きなものとハロウィンのものを紹介したいと思います。ではよろしくお願いします。はい、まずはワックスペーパーをいくつか買いました。中身の紹介は後で順番にしていきます。全部で、映らない ?6 つ買いました。これはワックスペーパーモンスターっていうのは去年も出てたと思うんですよね。多分ね、持ってると思うんですよ。こういう漫画チックになってるやつなんですけど、これピンクバージョンと20枚入りです。ピンクバージョンとそれから、こちらは水色バージョン。なんか曲がってる。先が曲がってる。水色バージョン。こんな感じですね。これも20枚です。去年のが残ってるからいっぱいになっちゃったかもしれない。なんかね、あると思ったんだけど、なんか見ると買いたくなっちゃうんだよね。次、ミッキーちゃんの去年は買わなかったので、去年と一緒かどうかわかんないんですけど、まず、ミッキーのシルエットの、こういう、こういうやつ、模様のやつ、こちらが15枚もあればね、蛇腹ポケット15枚どうしてもね、蛇腹ポケットのやつワックスペーパーを使いたいんですね。で、もう一つのがいくつあるかわかんないですけど、売ってるのだけ買ってきたんで、こちらが、めくれちゃう。はい、こちらが、ミッキーマウスとミッキーのかぼちゃになってますね。見ますか？が痛くて病院に行ったら座骨神経痛って言われちゃってね、座ってるの痛いんですよ。でこれがワックスペーパーハロウィンパンプキンカタカナが読めなくなったから、これ結構ね、私好きなんですけどね。こういう風にパンプキンちゃんがいっぱい乗ってる。20枚入りでいっぱい使いたい方が。ハロウィンのね、ファイル作りたいとは思ってるんですけど、体力的にあるかどうか。だってもう9月の末、29日、今撮ってるね、29日なんですけど、これ、また動くとしばらく休まないと。何もできないんですね。これはちなみにワックスペーパー貼るんです、休み休みしないと何もできないから。これもね、結構可愛いなと思って、珍しいなと思って、白黒の猫ちゃんもいるし可愛いなと思って。結構ね、こういうハロウィンとかクリスマスとかバレンタインとかにワックスペーパーいっぱい出るんで、その時にね、
買いだめしちゃおうかなみたいな。ハロウィン以外でも使っちゃおうかなっていう考えなんですね。続きまして今度は画用紙オレンジ10枚20枚、ここは妥当な枚数ですね。紫をなぜか10枚20枚30枚買ってるんです。意味わかんない、なんで30枚も買ったんだろう。まあ何かに使えばいいわと思って納得しておきます。続きまして、デザインペーパーっていうのかな、ハロウィン売り場に売ってて、こういう柄の5柄4枚入り20枚入り2つしか売ってなかったんで2つ買い占めてきました。何かと使い勝手がいいかなと。あとそれとね、今回のハロウィンなぜかペーパーナプキンすごく欲しくて買い漁ってみます。まずこれ、つけすぎた、かわいい、かわいくないですよ、こんな感じになるの。で次が変わってモノトーン系のこういうね、この柄が一定の量じゃなくてこのかけるいくつって載ってる枚数だけ入ってる。であと、まあ、これ売ってるのしか買えなかったんですけどね、こういう可愛いのなんですけど、こういう4柄がくっついてるっていうやつです。で次はこれで、これ以上ねダイソーさん売ってるかどうかわかんないんですけど、まあ、とりあえずね買えるものを買ってきました。はい、続きまして袋です。フロストハンディバッグキッズ、なんかかわいいから買ってきました。でフロストハンディバッグピンク、これもかわいかったからでこれはクリアバッグ、何かに使えるかな。それで今年ね、かわいいジッパーバッグがあって、このパンプキンのかわいくないです、これ2つともう1個ね、かわいいのがあったんですよ。このカップケーキのかな、ソフトクリームみたいな、これもかわいかったから2つ。それから去年もあったと思うんですけど、猫ちゃん残ってるかな、黒猫ちゃん、白猫ちゃん。それからこれかわいいなと思って手提げ、シェイプハンドルバッグの名前があった骸骨さんとかぼちゃさん。あとはフェイスバッグ、ここでちょっと止めるやつと、これはタグだからこのなんだっけね、こう閉じるやつでするというやつを買いました。で続きましてランプ、ダイソーさんに100円で売ってたんで買いました。ちょっとつけてみようと思ってライト消してみます。よいしょよいしょ、結構あ見えてるかな、結構可愛くないですか、このかぼちゃさんとお化けさん、気に入っちゃいましたね。まあ、去年ねあのセリアさんでミッキーマウスとか売ってたんですけど、あれセリアじゃなかったっけ、まあいいや売ってたんですけどね、まあそれももちろん可愛いからもちろん取ってあるんですけど、それ以外あとオブジェ、ハッピーハロウィンオクトーバー31、ハッピーハロウィン玄関に飾るよう毎年増えていく。で、
フレークシール、電気つけてないからフライボード、そうだね、フレークシール、こういう柄です。で、フレークシール、こういう柄です。で、あとリボン。なんかね、前にオーガンジーの白と黒買ったんですけど、こういうピンクの可愛いのもいいかなと思って買っちゃいました、あとスパンコール、コウモリさんで、クモの巣さん、なぜかかぼちゃさん2つ買っちゃったの。自分でもなんでか覚えがない。これ多分ね、違うタイミングで買ったんだと思う。多分買った時にこっち1個買ってこっちは3つ揃ってて買ったんだと思う。もう記憶にないからダメですね。はい、あとはマスキングテープいきたいと思います。なんか裏が剥がれてるのがいっぱいだな、なんでだろう。わあ、これも剥がれてる。まずこのマスキングテープ、コウモリ柄さんで、こういうのをね買いました。で、同じくコウモリ柄さんで、ピンクの可愛いマスキングテープ、ピアーがしないで、猫ちゃん柄2本入り、見えるかな、こんな感じ。これも猫ちゃんから2本入り。これちょっとね、カラフルな色も。で、今度はかぼちゃさん柄、あ、2本入りまだある。ちょっと柄が違うけど、日本入り。なかなか。あ、コウモリさんのまた出てきた。こういうぶっといの、ぶっといの。で、かぼちゃ柄さんので、こんなキラキラ柄、なんか使えそうだなと思って、同じくかぼちゃ柄さんで、かぼちゃ柄さんで、この模様はするはずね、こういう模様、あ、模様があってないや、こういうね、同じような模様なんだけどね。で、かぼちゃ柄さんで、で、このキラキラのギアがね、キラキラしてるやつと、かぼちゃ柄さんのかぼちゃがキラキラしてるのと、こうとかあるんかなって考えてる。まあね、マスキングテープ、ポケット、クリアポケット止めるときなんか使うからな。魔女さんの印で、
トリックはトリートが見えてない、トリックはトリートって書かれていると、あとは魔女さんのでいろいろ魔女さん、黒猫さん、魔女ん骨とかいろいろ、ついでにおおってきた、おおおお、ついでに買ったのがこの後に及んで、ミニーちゃんのマステが気になって、ミニーちゃんのマステいっぱい持ってるけど、ブルーの花柄のとで、ミニーちゃんマステ、逆だな、ミニーちゃんマステ赤いお花柄のと、ミニーちゃんマステの黄色いミニーちゃんを買いました。以上でダイソーのハロウィングッズの紹介を終わりたいと思います。以前に買ったのも前の動画で紹介しているのでよかったら見てください。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。